綺麗な喫茶店ですね。ここで撮った写真は美しい。この写真も美しい。まるで日本にいるような気がします。そう、ここは台中の有名なハイスポットで、日本統治時代から現在まで残っている歴史的な建物ですよ。でも台中市は日本統治時代、歴史的建物にこんなに詳しい紹介説明があれば、観光客が日本統治時代の歴史的な建物を訪れ、その歴史的意義を十分理解できるように極度蘇生というプロジェクトを実行しました。すごい、早く研究の成果を分かっちゃいましょう。もちろん私たちに任せて。これが私たちの研究登記です。当研究の目的は3つに分けられます。1、日本統治時代の歴史的建物をめぐる参考ツアールートを建設すること。2、日本語ガイドウェブサイトを作成すること。3、クリエイティブ商品や旅行パンフレットを開発すること。本研究の特徴は以下の4点があります。1、日本統治時代の歴史的建物の漫遊を楽しみ、台中市の都会的な雰囲気を感じること。2、台中市の日本建築家トップ10が話題やすく紹介するバイリンガルガイドサイトを作成すること。3、折りたたみ式観光ガイドブックを設計すること。4、カスタマイズクリエイティブ商品開発、環境に配慮した商品セット。わあ、すごいですね。本当にすごいですね。どうやって研究したのか教えてくれませんか。もちろん、これが私たちの研究不動です。続いてバイリンガルガイドのウェブサイトの紹介です。サイトの内容は私たちについて、戸籍巡礼、当時参考、クリエイティブ商品に分けられます。第一、私たちについて。では本研究の研究登記と目的の紹介です。第2は戸籍巡礼、中国語のガイド解説文を書き、 AI 生成技術を通じて日本語解説文を生み出した、日中に書く形式で掲載されています。またここでは私たち自身が録音して字幕付きの日本語解説があるビデオをぜひ見てください。2つ目は予定残業です。ブックツアーとカルチャーツアーの2つのルートを用意しています。最後にクリエイティブ商品の開発です。私たちはシミュレーション版と可愛い版のものをデザインし、環境に配慮した食器セットを比較しました。ギフトボックスを購入するとランダムにプレゼントされます。それは読み込みガイドパンフレットとグリーティングカードとしての 3D カードです。さらにガイドサイトとクリエイティブ商品について、私たちはアンケート調査を行いました。本ガイドサイトの紹介によって、台湾人観光客の 89%、 日本人観光客の 90% が日本同時代歴史的建物の認識を高めたことということが分かりました。また、89% の台湾人観光客と 88% の日本人観光客が当サイトを仕入れに協力したいと考えています。わあ、素敵ですね。次に 82% の台湾人観光客と 88% の日本人観光客が、私たちがデザインした越光食器の組み合わせが好きです。へえ、そのクリエイティブ商品で環境に配慮した食器セットは時代がありますか。見てみたいよ。もちろん、完成品はこちら。すみません、宅配便です。サインお願いします。いやー、どの商品も素敵ですね。私まで買いたくなったわ。はい、どうぞどうぞ。私たちはカスタマイズのサービスを提供していますよ。 QR コードをスキャンしてください。わー、このサイトでは観光客が歴史的な物語や観光ガイドについて学ぶことができるだけでなく、クリエイティブ商品のカスタマイズされるサービスも提供しています。このサイトがきっと多くの観光客のお役に立てると思います。もちろんその通り。こっそり教えますが、私たちは将来キャンパス内でポッドキャストを実行している YouTuber や学生と協力し、宗教ガイドの授業で習得したビジネス知識を応用し、セルフメディアマーケティングを通じて
私たちのクリエイティブ商品に選定してもらう予定です。これが私たちの参考文献です。以上、ご清聴ありがとうございました。